はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、世田谷ベース特注トミカ UD トラックスクオンタンクローリーです。はい、しっかり見ていきます。このトミカはテレビ番組でおなじみの所ジョージさんの世田谷ベースの特注トミカになります。車種は UD トラックスクオンだね。でボディカラーは運転席部分がブルーの艶消しになってます。でタンクの部分もこれ艶消しだね、イエローの艶消しになってます。なんかすごく質感がいいね。でフロントを見てみるとこんな感じだね。 UD ってプリントされてあって、世田谷エアフォースかな、08ってプリントされてます。で横から見るとこんな感じだね。スノコっていうオイルメーカーとのコラボなんだね。この部分はしっかりプリントになってます。でここにもロゴがプリントされてるね。で後ろの方を見るとこんな感じだね。ここもしっかり全部プリントになってます。で運転席側を見るとこんな感じだね。うん、いい感じにこうプリントされてるよね。でルーフの部分はこんな感じだね。でタイヤは特にサスペンションとかはついてないです。で裏の部分は日産ディーゼルクオン2005年の車種になってます。でパッと見この部分ってシールとかでよくありそうだけど、全部プリントしっかりされてるんだよね。でボディカラーも艶消しになってて、結構やっぱり大人向けのトミカっていう感じかな。すごく質感がいいです。でこのプリントされてある部分よく見ると、ここに所さんの所って書いてあるね。でリアのところもよく見るとここも所って書いてあって、ここのアルファベットも所って書いてあるね。なんかフォードのロゴに見えるけどね。こういうところが遊び心なのかな。うん、面白いです。で箱の方は正面のパッケージに特注トミカの写真だね。でここに SEAF っていうのは世田谷エアフォースっていう意味だね、とスノコのコラボっていう商品だね。でここにもロゴがプリントされてます。で側面はこんな感じだね。で裏の方はこんな感じになってます。で今回の箱もこのホワイトに見える部分はちょっとクリーム色っぽい色合いしてるんだよね。ちょっとヴィンテージテイストを出してるのかな。で箱を開けた中のところもやっぱり細かなところまでこだわりが見られるね。箱だけでも結構特別感あるね。はい、同じ車種で2台並べてみました。左側のこっちのトミカが以前紹介した出光のタンクローリーだね。でこっちの出光の方は実在するカラーリングだね。で今回紹介した世田谷ベースのトミカは架空車だね。実在はしないけど、だけどこのスノコっていうオイルメーカーは実在するんだよね。世田谷ベースとスノコのコラボトミカになります。架空車だけど実在するオイルメーカーとのコラボっていうところも面白いね。でこの世田谷ベースのトミカは発売当初に世田谷ベースのオンラインショップで買いました。もう今は完売してるね。でこのモデルを今手に入れようとしたらオークションなのかな、ヤフオクとかだと1500円弱ぐらいで取引されてました。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またチャンネル登録もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。